名古屋市で開かれているフィギュアスケートグランプリファイナルのジュニアの部、出場している15歳、紀平梨花選手が、サイスケート連盟が公認する大会では女子、シングルの選手で初となる3回転半ジャンのトリプルアクセルと3回転トーループ、連続ジャンプを成功させました。紀平は名古屋市で開かれているグランプリ、ファイナルのジュニア部の女子シングルに、上司、9日、フリーの演技の冒頭でトリルアクセルと3回転トーループの連続ジャンプを成功させ、出来栄えでも高い評価、受けました。国際スケート連盟によ、ま、と、女子シングルの選手が国際スケート連盟の公認大会で極めて難度の高いトップ、アクセルと3回転ジャンプの連続時。トリプルアクセルに3回転トーループと2回、トーループをつける3連続のジャンプを、めて、注目を集めました。年齢制限のた、来年のピョンチャンオリンピックにはで、できませんが、2022年北京オリンピックの有力な候補として、活躍が期待されてます。紀平選手は、今回のグランプ、ファイナルでは他のジャンプにミスが出、